石灰窒素は炭化カルシウムと窒素の化合物である。植物及び動物、人に対して毒性があるので取り扱いがやや難しいものの肥料と農薬の二つの効果を狙える利点がある。石灰窒素の農薬としての有効成分はカルシウムシアナミドである。これが生物に対して毒性を持つ。これが水によって次第に分解されると 尿素と炭酸アンモニウムになり、これが植物に肥料として採用する。不純物として石灰、イ酸、鉄などを含み、これらも一部は肥料として採用する。なお、石灰窒素は微量のカーバイドも含むので、カーバイドに特有の周期を発する。石灰窒素は窒素肥料の一種であると同時に、石灰分も多く含まれている。通常は、 元声として利用する。施肥直後、まず、カルシウムシアナミドが土壌中の水分と反応してシアナミドを生じる。この時にはシアナミドの毒性のために植物を植えることはできない。7から10日くらい経過するとシアナミドは自然に分解して、尿素と炭酸アンモニウムに変化し、毒性がなくなって飛行を表すようになる。植物を植えるのはそれからである。 石灰窒素を土に散布して混和することで、土壌中の水によって生じるシアナミドの毒性により、線虫類や雑草の防除効果がある。水田においては、穴を掘って稲の根に害を与えるザリガニや、稲を加害するスクミリンゴ害を防除する効果もある。カルシウムシアナミドは、途中で水と反応して分解され、無害な尿素と炭酸アンモニウムに変化するため、 残留毒性の問題はない。日本では1963年に、新潟大学の黒井作の報告により、石灰窒素浸出液の処理が、ドウの自発休眠を覚醒できることが、明らかにされた。着衣の裾に、石灰窒素が侵入したことにって皮膚に発生した薬傷、薬匠。1895年に、ドイツのアドルフ・フランク、ニコデムカローリョー博士が、 大気中の窒素とアルカリドルイカーバイドの結合に成功したことに始まり、この方法はフランク化老法と呼ばれるようになった。なお、原料のカーバイド製造では、生石灰とコークスを大量の電気により化学、反応させるため、潤沢な電力確保が重要であり、水力発電による電力を用いることが一般的である。シアナミドは処方箋医薬品として、 公取材として利用されている劇薬である。飲酒すると悪酔いを引き起こし、断酒させる薬である。日本石灰窒素工業会技術情報、Q&A、www.cacn.jp、2021年7月8日閲覧。ありがとうございます。